プレイステーション5です。サイズは幅104ミリ、高さ390ミリ、奥行き260ミリと PS4 より一回り大きくすることにより、処理能力や静音性の面で飛躍的な性能向上を実現しました。フロント側には USB Type-C ポートとハイスピード USB 対応の Type-A ポート、リア側にはスーパースピード USB 対応のフロント側の2列が吸気口です。リア側はすべて排気口になります。スライドすると外せます。こちらも後ろの角を持ち上げてスライドします。ここに冷却用のファンが内蔵されています。両側から大量の空気を吸い込みます。ダストキャッチャーを設けました。 PCIe4.0 に対応した M.2 インターフェースを搭載しています。ここからプレイステーション5を分解していきます。次に Wi-Fi 6と Bluetooth 5.1 のアンテナにつながるケーブルを外します。シールド板を外します。最大 3.5GHz で駆動します。 10.3TFLOPS を実現します。 PS5 の SOC は小型の台を非常に高いクロックで動作させています。大幅な性能アップが必要でした。 PS5 では長期で安定した高い冷却性能を実現するため、これが PS5 のヒートシンクです。 PS3 や PS4 と同じくヒートパイプを使っていますが、形状やエアフローの工夫によりベーパーチャンバーと同等の性能を、これがプレイステーション5の全部品です。